ダッシュでございます。どうも、武田でございます。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっております。千葉県選手権、行ってまいりました。今シーズン3試合目になります。4月5月の試合は、本当にきつかったです。怪我が多くて、スタートラインに立つので、精一杯でした。タイムも11秒0ばかり出てしまって、本当に嬉しいような、悲しいような、そんな C5 のシーズンだったんですけれども、ようやく、今回、ほとんど怪我を気にせずに走れる状態で、スタートラインに立つことができました。出場予定種目は、100メートルと 4K、この2種目になります。その 100m は去年目標にしていた10秒95を切ると言っていた、まさにこの10秒95、これがですね、千葉県選手権の標準タイムになっております。レベル高すぎ。 100m を公認記録で10秒台で走らないと出れない県の大会なんて僕聞いたことありません。まさに関東のレベルの高さを改めて実感しました。そんなレベルの高い千葉県選手権なんですけれども、早速大会の報告をしていきたいのですけれども、1種目目は 4×100m リレーになります。朝一での 4K でした。気温もめちゃくちゃ高くて、風もめちゃくちゃ強かったです。放送で1回、ただいまの風、向かい風 8m です。もはや軽い台風です。さて、ここで 4K という話ありましたけれども、皆さん思いましたよね。11秒0の実績しかない武田が、今めちゃくちゃレベルの高いアクセルで 4K メンバー入れるの？入れません。そうなんです。今回千葉県選手権に挑んだチームは、俗に言う B チームクラスのメンバーで挑みました。それほどに今のアクセルは層が厚く、めちゃくちゃレベルが上がってます。ちなみにフルメンバーで走る場合、個人で最低でも10秒6から5の自己ベストとかじゃないんですよ。そのシーズンに10秒5、6の実績が必要になっています。さて、 B チームの紹介を早速していきたいんですけれども、1走は大谷君になります。以前ランサーの 50m のイベントをやります、告知動画を出した時に一緒に走ってくれた大谷君です。 100m の自己ベストは10秒8ぐらいなんですけれども、今シーズンは11秒0ぐらいで走っている実力のある選手です。2走はマス、 B チームのエースになります。今シーズンもすでに10秒7を2、3本走っておりまして、現状 B チームの中で一番 A チームに近い選手になっております。3走はヤマピー、強豪大学早稲田の陸上部出身の天才くんです。 100m のベストも10秒8で走っております。アンカーが奥行きゲディになります。といった4人で挑む千葉県選手権の予選、目標タイムは40秒8ぐらいを想定してみんなで挑んできました。それでは早速ご覧ください。ダッシュで行こうぜ。ダッシュで行こうぜ。まさかの3着。タイムは41秒28というタイムになっております。めっちゃ遅いな、お前らとも言えないし、早くもないし、なんとも言えないタイムとなっております。正直僕がゴールした瞬間に思ったのは、朝一応 4K は周回競技なので、強風ってやっぱりかなりタイムにロスが出やすい状況にはなるんですけれども、その2つの条件で41秒2でゴールしても1着を取れない千葉県選手権、レベル高すぎます。とはいえ組では3着だったんですけれども、全体では5番から6番ぐらいの通過で決勝に進むことができました。まずここで一つ武田の走りを反省していきたいと思います。後ろの3人ですね、非常に3人頼れるチームになっております。アベレージで3人とも10秒8から9ぐらい実力で走る選手ですので、予選なので1番で来るかなと思っておりました。3番手でバトンが回ってきたので、正直その時焦りはあり、走りも全体的に力んだ感じはありました。僕自身の調子は結構良かったです。久しぶりにしっかり調整練習をできたので、千葉県選手権に合わせることはできたんですけれども、追いかける展開になった時にある程度詰めることはできたんですが、全体的に浮く走り、バウンディングに近いような流しのような走りになってしまったかなと、走ってる最中に感じました。映像を見てもその動きは見て取れましたというところでしたので、予選から決勝にかけて修正できそうだな
なと感じました。ここで問題になってくるのは決勝をどうするのかというところになってきます。関東に出場するためには6番以内に入る必要があります。いろんなことを考慮して6番以内には入り、関東選手権には予選のメンバーでもいけるだろうという皆さんの見解にはなったんですけれども、アクセルは関東選手権出場だけではなく優勝を目標として取り組んでおります。ですので予選のメンバーを変えていくかというところで現場はかなり重い空気になりました。ここでエース級の選手を皆さんに紹介していきたいと思います。その選手は今年入ったスーパールーキーの本田選手と桑原選手になります。彼らは大学時代関西方面を中心に大活躍した超トップアスリートです。関西で今の世代で短距離をしている選手で、この選手を知らない人の方が少ないのではないでしょうか。ベスト記録は10秒4と10秒3、めちゃくちゃ速いんですけれども、ベストタイムだけではなく今シーズンも日本選手権に2人とも出場しており、本田くんは僕の動画でも取り扱った東日本実業団でも優勝している、すでに社会人1年目の春からいきなり実績を出しているこの2人になります。とはいえ2人とも連戦続きで状態を千葉県選手権に合わせているわけでもないので、そこまでいい状態とは言えませんでした。しかし2人には絶大なる実績と信頼があります。このような状態の中、結果1走桑原くん、2走本田くん、3走山 P、アンカー武田という決勝を挑むことに決まりました。 B チームのエース級のマッスーは予選から 100m の間にかけて少し足を痛めてしまいました。状態としては軽度なのですぐ復帰すると思われます。さあ高なる優勝への勢い、予選で繋いでくれたマッスーと大谷くんの思いを乗せて、いざ決勝に行きたいと思います。ダッシュで行こうぜ。ダッシュで行こうぜ。5番感想、みんな疲れてました。エース級の本田くんと桑原くんについてはやはり先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、連日の試合プラス当日もですね、彼ら 100m を予選準決決勝と走っております。それでも彼らは前向きにぜひ走らせてくださいとレース前に言ってくれました。結果は満足いくものにはなりませんでしたけれども、チームのアスリートとしての意地を感じることができたなと思っております。僕自身のレースの感想を言っていきたいと思います。結構良かった。9時の予選かな、次の決勝は4時という間7時間ぐらいあるめちゃくちゃ調整の難しい時間帯だったんですけれども、どのように体力を使わないで過ごすかというところはかなり気を使いました。そして2本目をどうまとめるか、またトレーナーの工藤さんという方がマッサージをしてくださったり、いいよ、今日もいい押しだ。アクセルのサポートの皆様のおかげでいい7時間過ごすことができました。そういったたくさんの助けの中で2本目いい走りができたなと感じております。レース内容としては大展開とはなりましたけれども、最後 20m、30m では自分の体力の限界が来て体は浮き力み、大事なところでまとめきれなかったところはありますけれども、まさに次につながるレースだったなと感じております。さあこの話をしていて視聴者の皆さん感じたところあると思います。やっとの思いで千葉県選手権の標準を切った 100m、 武田どうしたの？リレーにかけました。それほど勝ちたかったです。 100m を楽しみにしていた視聴者の皆様、それは本当に申し訳ないと思っております。ですけれども10秒6台を目指すという目標を掲げて今シーズン始まりましたけれども、それに近づくような試合を今回することができたなと自分自身感じております。武田の10秒6への道もまだまだ終わりません。ようやく6月にしてスタートラインに立てました。これからの動画も楽しみにしていてください。本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。